あ、じゃあ今度は3つ目のドリルします。はい、今のようにパス、パス、パス、パスで来ました。はい、で今ドリブルで詰めました。はい、今度はディフェンスが起きてパスラインをパス、パスをしよう。ディフェンスが来た。はい、そう。パス止めて。そうですね、はい。あるいは中間からパス止めます。やめる。自分が行きます。パスをすると見せかけてやる。パスをすると見せかけてしないで自分がシュート行きます。はい、じゃあこちらも一緒でやってみる。パスをすると見せかけ、ここをこうパスというのはどこ見たらいいの？横見ても、あんな方見てもあまり意味がないです。味方の方にパスするよ、こんな方見ても意味ない、向こう見ても意味ない、こっち見ても意味がない、意味がちゃんとある。パスしますよ、でもしない。相手にフェイクを、フェイントかけるんです。はい、ああ、はい、通面で行きましょう。はい、ディフェンス、形だけじゃディフェンス見なきゃ。ディフェンスを、ディフェンスを見て、ディフェンス見ながら、ああ、反応した。そう、反応させる、反応させる技術がなきゃダメ。早くやっても反応しないよ。ディフェンスは反応させる。ああ、反応した。反応した。ああ。シュートはパワーレイアップの方がいいですね。レイアップショットじゃない、パワーレイアップ。ああ。こう入った方がいい。ここまでやったらトラベル、あのダブルドリブルになるんですけど、これはこう、だからボールをあまりこうするとトラベル、あのダブルドリブルになりますので、このギリギリまで、はい。